うざい。誰か私に水分をいただけませんか。俺も水分が。ですね、ここで、私たちインディアンズですね。あ、千尋さん、お呼びでございます。何でございましょう。今後でもだったんだ。やっちゃうな、ね、やっちゃうよ、やっちゃったよ。ここでですね、我々インディアンズのですね、メンバーの紹介をですね、行っていこうかなと思います。南様から左手、ご覧になりますでしょうか。ベースシトマックスと申します。しなぁ。そして皆様からちょっと軽い音になります。あ、ちょっと動かしていただきますが、お二人がですね、ドラムスヘビーと申します。おはようございます。どうもこんにちは。私、ボーカルドンのですね、3人で楽しくやっております。ワクワク。あれ、はじめましてですかね。皆様から、右手になりますかね。右手に、ちょっと高くて申し訳ございません。高いところから申し訳ございません。チクビーが見えております。ギタリストヒルと申します。イエイ。その金魚鉢に一日一日少しずつ塩を入れてやろうかと。1年後には海水魚にしてやるぞ。どうだ、悪いな。そのとこで、そこのビッグボスの店長の男うるさい。うるさいぞ。うざ。ゲーム安くしてやめて。またですね、ここでですね、我々の、営業方針、活動方針なんかをですね、ここでどうもご発表いたしたいかなと思います。まずですね、2月11日、もうすぐですね、インディアンズ解散説が噂されます。というのもですね、キーストーンにおきまして、ドンとヒル、独断で勝手に、ソロで活動します。あれ、やべえんじゃねえの、これインディアンズやべえんじゃねえのって噂されること受け合いです。だいたいそこ受けてんじゃねえよ。だいたいこれぐらいって想像できる。そこ受けてんじゃねえよ。想像できてたよ。で、そうこうしている間にですね、人の噂も7月何日と言いますが、何日経たないうちにですね、で3月13日、これ木屋町の近くですね、883というインドネシアレストランですかね、インドネシアンレストランにおきまして、キーストーン、2周年ライブ催しされます。イエーイ。
この場所を借りましてですね、店主から一言お願いしたいと思います。ですね、3月をもちましてですね、あのキーストーンも皆さんのおかげでですね、なんとか2周年を迎えることができまして、これもすべてですね、すべて皆さんの温かいですね、ご支援の中、私生活させていただいております、皆様にですね、笑いの提供、そしてこういう場の提供をですね、今後もですね、ご提供できたらなと常々考えてまいりたい所存でございますので、今後ともよろしくお願いいたします。もう一個ありますね。もう一個あるんだよ、この野郎。5月5日、子供の日だ。こいのぼりが上がってるな。そんな時に、トガトガでワンマンライブ決定したよ。やる、やるよ、やってやるよ。どんなとこですかね。
どうもありがとう。お腹ばっかり寝てんじゃねえよ。やらせますよ。おかえりだ。へそが。ここでインディアンズ結成について一つのエピソードを言いたい。聞きたいか。しょうがねえ。教えてやろう。俺たちが出会ったのはいつぐらいですかね。ですか。ど忘れだ。お前も。いや、去年の夏が終わり、涼しい風が吹き出した初秋の頃です。なんでだよ。俺たちは一つのバーでこのメンバーに出会った。マックス・ヘビー・ヒル、そして俺と。俺はその時何か胸に熱い衝撃を感じた。それが今も生々しい記憶としてこの胸に残っている。まさかってなんだ。逃げてねえよな。生々しい傷なんで。何がおかしいんだ。お食事中の方はご遠慮ください。こんな衝撃を受けました。見えねえか。おい、ビッグボスの店長君のとこ、なんて書いてあるか読んでやれ。当たったんだよ。このメンバーしかないと思ったね、俺は。悪いのか、この野郎。悪いのか、この野郎。ちょっと、寝暮らしてもらう。ちょっと寝暮らしてもらう。次で、お別れだよ。精一杯楽しんでくれ。やっぱりきっかけじゃない。これで終わるんだよ。これも好きだ。何だ言ったの。なるほどなるほど。いいんだよ、ここから。ここでご挨拶させていただきます。